寂しくなったの？何？寂しくなった？何？言って、痛かったの？どっか。何？うん、もう一回言って、もう一回言って。ちょっとだけ痛かった。どこが？わからない。どこか、どこが痛かったの？嘘はつかなくていいから。ちょっと寂しくなったんだとか、ね、そうだったらちゃんと言えばいいんだよ。ある？ってどうしたの？寂しくなっちゃったの？じゃあ最初からね、ちょっと寂しくなっちゃったよ、ちょっとだけ抱っこしてほしいなとか言ってくれればね、してあげるんだよ。あれ？えーんって泣かなくたって大丈夫。あれ？あなたも。寂しくなったの？寂しい時は寂しくなったよとか、抱っこしてほしいなって言えばいいから。いい？ママがご飯作ってたとしてもね、撮影してたとしても別にね、一回中断して一回やめて抱っこしてあげるから。いい？分かった？言って、ちゃんとそういう時はね。キック頑張ってるレントちゃんとか、塾頑張ってるライムちゃんとかね、キアラさん、バイト頑張ってるキララちゃんとか、ヒスイさんとか、眠ってるヒスイちゃんとかお仕事頑張ってるパパとかのために、3人で力を合わせてご飯の料理、そうね、ママとかしようと、そうね、こことか、ゆずとか、ずとか、ママとか、3人で力を合わせてご飯を作ろうと思います。こきちゃん、階段からライムとヒスイ呼んで。洗濯物やるよ。送れない？やだな。やだな。